小山城の売店で買ったお土産です。前も小山城は YouTube で上げてるんですけど、その時に買ったんですけど、ポテトチップスです。普通の塩味が120円、コンソメ味が140円、税込みで売ってます。これ美味しいです。おすすめします。次の場所へ移動してきます。